はい、酒好きな俺のいい指導が始めていきたいと思います。今回はね、自家搾りです。以前飲んだかもしれないけど、まあ、また、ちょっとね、自家搾りの、イタリア産、南イタリア産レモンです。アルコール度数 6%、果汁が 3.6%、ストレートコンダク果汁ですね、しようと。タカラの缶中杯ですね、シリーズ。ね、自家搾りシリーズ。ですね。原材料がレモン果汁と焼酎。そして糖類と酸味料と香料。甘味料は使ってないと。うん。で、まあ、焼酎を使ってると。でね、今日ね、ホビーオフじゃない、オフハウスか。でね、こちら。グラス。ね、俺の大好きな、人生で最高のビールの、キリンのブラウマイスターのね、グラスが売ってまして。やったーと思ってね。値段が50円ぐらいで売ってて。やったーと思って。結構大きめのグラスで。ね。まあ、これはビールというよりは、なんか、カクテルのように結構大きいんで、氷が。ハイボールとかに使えそうだな。うん、ね、キリンのブラウマイスター。これもう今は、店だったら特定の店なら売ってるらしいんですけどね。いわゆる居酒屋的なところじゃないと売ってない。普通の缶のやつはもう終売しましたからね。樽生が売ってるらしいですけど。まあ、ということで。本当に、あれだな、グラスが多すぎて。うん、今持ってるグラス何個あるかな？グラス20個ぐらいあるかもしんないな。2、30個ぐらいあるな。ちょっとやばいんですよ。ありすぎて。今日関係ないですけど、暑いっすね。今日23度になったとか言って。暑くてさ。それ乾杯。うん。ほのかに甘い。そして、それなりに、ちょっと酸っぱいかな。うん。あ、でもそんな酸っぱくないですね。結構、うん。うん。ま、うん。うん、ちょっと果汁感が、普通の、レモンのやつよかはありますね。ちょっと濁ってるんで。やっぱ若干レモンの。味が結構しますね。レモンもちょっと苦いっていうか苦味っていうか。うん。で、今日ですね。まあ、ツイッターでもあげたんですけど、新潟の、ね、東新潟かな？のあたりにある、ラーメン屋に行ってきまして、二郎系列の、ね、ラーメン屋、メンマッチョっていう、ね、ところを行ってきまして、まあそこはね、二郎ラーメン、のインスパイア系でして、まあ、ね、なんだ、野菜とか、ニンニク、あと、背脂とか、あと、鰹節と、あと、辛めか。この5種類、5つを、無料でね、増したり、増し、バカ増しとか、で、そこはマッチョマシとかまであって。うん。あってね。それを無料でトッピングできる。っていうとこなんですが。まあ、そこ行ってきまして。とりあえずラーメンのね、味噌ラーメンか。味噌ラーメンの、5つのやつを全部マシマシで。ちょいまし、まし、
マシマシ、バカマシ、マッチョマシって5段階あって、うん。まあ、とりあえずマシマシでって言ったんですけど、まあ、それなりに、うん、結構多かったですね、量が。マシマシぐらいで、それ以上行くと多分、かなり、厳しいものがあるんで、まあ、それぐらいで、うん。ただちょっと、辛めをマシマシにしたのはちょっと間違いだったな。色が、味が濃くなって、しょっぱくなっちゃいまして、うん。で、味噌ラーメンが690円だったんですが、そこの店ね、さらにそこに、税がプラス上乗せされて、745円ぐらいになっちゃってね。高えと思ってね。まあ多分もう行かないですね。うん。多分行かない。うん、あれ750円、ラーメンに750円も俺使いたくねえからな。うん。だって690円って書いてあって、それにプラス税ですからね。税がかかるんで、なかなかそういうラーメン屋逆にないです。普通その表示価格だけ、それに税がかかるっていうのはなかなか、うん。まあ、ちょっとそこがあれだな。俺はもう多分行かないわ。750円も俺使いたくねえもん、ラーメンごとき。ラーメンごときでさ、ほら、牛丼とかと同じですね。牛丼とかにも俺そんなに使いたくない派なんで。うん。そんなごときでね、1000円とか使ってたらね、もっと他にいいものがあるだろうって。ラーメンごときに1000円とかね、800円とか700円とか使いたくないですね。うん。やっぱり、ラーメンはね、一番俺が好きなのが、のろしっていうラーメン店ですね。あそこが非常に美味しい。値段が600円と安い。まあ、多分今は620円ぐらいになったのかな。税込みでね。うん。あそこは非常にね。600円で、あのボリュームってのはちょっとやばいですね。うん。そしてね、肉がね、肉3枚で、まあ、いわゆるチャーシューが3枚ついて、600円。で、そのチャーシューがまたね、分厚くてね、うまいんですよ。うん。そして俺ニンニク大好きなんですけど、ニンニクの、いわゆる、そこら辺に置いてあるんですよ、ニンニクが。刻みニンニクがね。でもそれがぶっかけ放題なんで、ぐわーかけまくって、食いますね。俺は。うん。肉1枚で、680円違う、580円か。肉2枚で590円。うん。肉3枚で600円だったんですよ。その肉が1枚ごとにプラス10円で、それまで、うん。まあ、その600円まで。3枚までですね。3枚で600円なんで、すげえ安いっす。うん。まあ、そこ新潟の新発田市。まあ、俺の住んでる市なんですが、そこの、ね。まあ、割と外れのあたりかな。にあるんですが。うん。あそこは美味しい。ただ今日行ったとこはな、やっぱ値段が値段でしたね。あれで普通に690円ってなってたら、まあ、俺は、まだ、ね、今度また行こうかなと思ったんですけど。それに税込みで、税抜き価格だったとはね。ラーメン屋で税抜き価格ってそれないでしょって。
ラーメン屋で税抜き価格ですよ。税抜き価格のラーメン屋って、なかなかないでしょ。あったとしてもそんなね、700円とかね、ちょっとおかしい。うん。正直。うん。ちっちゃく書いてあるんですよ。あの、これに税がかかりますとかって書いてあって。なんか、ねえ。まあ確かに量は多いのは多い。ただし、その大半がもやしですからね。うん。結局もやしで、もやしとキャベツですね。一体何を食いに来たのかわからない。もやしラーメンじゃないかっていう。結局のところ。うん。もうがっつりボカーンと乗ってるんですけど、それが、もう、もやしと、ね。もやしとキャベツ。もやしなんてお前5円で売ってんだぞ。俺の近くで5円で一袋売ってますからね。業務用スーパー行けばね。それを考えるとちょっと、まああれはもやし一袋分か二袋分ぐらいでしょ。それが乗ってるだけですからね。たかだか10円アップだけで。ねえ。そんな値段されてもなあって感じもしますね。ちょっとないな、あそこは。うん。まあそこのメンマッチョってとこは、二ちゃんでね、有名だったんで、行ったんですけど。まあ、今月できたばっかりの店でね。うん。だったんで、まあ、と思ったんですけど。まあ、二郎のインスパイア系っていうのはなかなか、新潟で食ったことないんで。大阪では食ったことあるんですけどね。大阪でね、それを全部ね、いわゆるマッチョ増しみたいな、一番、ね、バカ増し、ね、そこの店ではバカ増しが一番上だったんで、とりあえず全部5種類、全部バカ増しにしたらね、とんでもないことになりましてですね。うん。で、全部食ったには食ったんだけど、チャリで帰るときに、もう我慢できなくてね。かといってそこら辺の歩道で吐くわけにはいかないから、コンビニ入って、ね、トイレで、ブエーって、もう噴水みたいに出ますね。ブエーって。危なかった、あれは。マジでそこら辺の歩道で吐くとこだったもん。ああ。でもあれ、大阪でね、あそこ、なんて名前だっけな。笑福っていう、笑うに福って書いて。多分ググると出てくる。笑福で、大阪でググれば。出るんですが、ここね、すごいコスパがいいんですね。大阪で600円ぐらいだったかな、値段もな。まあ、ここもその、ジローインスパイア系なんですけど。値段がね、ラーメンが650円ですね。うん。麺 200g。ね。で、つけ麺だと、大盛り、麺 300g が、無料。ですね。うん。っていう。感じです。で、そこもニンニク増しに、野菜増し、カツオ増し、油増し、辛め。で、バカ増し。
まで無料と、なってますね。これはすごいですよ。うん。俺、つけ麺のやつも食ったことあるんですけど。うん。つけ麺は大盛りまで無料ですからね。安い。つけ麺で全部バカ増しにして、みたいな。ここは、やっぱり、うん。安い。ここは普通に650円までですからね。うん。これ650円ですか。今日行ったとこは750円でしたけど。ね。あ、ここ味噌ラーメンのも同じ値段650円ですね。安い。ここは安い。やっぱり大阪は安いですね。基本的に大阪は物価が安い。うん。基本的に。そんな気がする。今日行ったとこ、新潟、マッチョでググると出るんですが。ラーメンが680円。味噌ラーメンが690円。でね、これね、そこのサイトじゃなくてブログなんですよね。で、ここではわかんないですけど、プラス税込み価格なんで、税抜き価格がこれなんで、プラス税がかかるんですよね。ということはどういうことかっていうと、やっぱりね、750円ぐらいになってしまう。ね。まあ俺は、ラーメンはこってり系が好きなんで、ね、豚骨か、味噌、ですね。一番好きなのは味噌ラーメンですね。時点で豚骨。で、3番目に、塩も結構割と好きなんですけど、一番ないと思うのはやっぱり醤油。面白くない。醤油ラーメンは。とにかく。うん。つまらん。うん。うん、こちらは今月の4月5日にオープンしたやつですね。麺マッチョ。で、今日行ったんですが、結構女性の店員が多くて。まあ普通そうなのかな。3人ぐらい待機しててね。オーダー聞いたりとかっていうのが全員女性でしたね。で、結構、客にも女性が多くて。うん。プラス、ね、ツイッターにも書いたんですけど、やけに、ね、カップルが多くてね。俺の隣で待ってる人もね、カップルでね、なんか、イチャイチャ、ね、しやがってね。くーってね、なりましたけどね。しかもその女の子が可愛くてな。めっちゃ可愛かったっすね。俺のドツボのメガネかけてて、結構地味系で、外見は地味なんだけど、外見はなんか喋らなそうなんだけど、結構喋ってる。そういうなんかね、俺の前だけ喋ってくれるみたいな。他の人間にはあんまり、ぐっすーとしてるけど、俺だけには喋ってくれるみたいな。結構ブワーっと喋ってくれる人はね、非常に好きなんです。うん。
まあ、そんなこんなで、ちょっとイライラしたんですけどね。で、しかも結構今日日曜だったんで、順番待ちがすごくて、20分ぐらい待ったかな、あれな。で、あとドキュンみたいなね、ドキュンの高校生なのか、大学生の人が、4、5人、4人ぐらいか。でね、来ててね。なんかマッチョマッシー頼んで、なんか、ギャーギャー言ってましたけどね。あれもちょっとイラッときたんですけど。まあ、イラッときた。でも結構女性の人が多くて、お、ジローなのに女性が来んのかと思って。って感じでしょうね。なかなか。これ、自家絞り。これは美味しいですね。普通に。レモンでは、一番なんか、コクが生きてる。レモンのチューハイで。コク深い。しっかりとした味が、ね、レモンの果汁がしっかり生きてる。だいたいレモンの果汁 3.6% 使ってるっていうのはなかなかないです。普通レモン果汁って言ったら、レモンのチューハイって 1% ぐらいですね。さらにこの、自家絞り製法、ストレートコンダク果汁を使ってるんで、非常に、素晴らしい。レモンのチューハイではなかなか、ここまでの、ね、果汁と飲み応えをね、両立してるのはなかなかないですね。4334です。これはぜひ、値段も安いし、100円ぐらいで売ってますんで。ね。レモンの、ね、チューハイが好きな人は、ぜひ、飲んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。